ある課題に成功したら、あなたに素敵な夢をプレゼントしたいと思っております。それ、ママたちが頑張ってほしいことはいいです。終わった。あやはやチャンネルのはやです。今日は新しい年が来ましたね。はい、はやは初夢、どんな夢を見ましたか？見てないな。あ、見てないほどぐっすり寝たそうです。ママから見たはやっていうのは、好きなことには頑張ってやるんだけど、苦手なことはもうとことんやらない、しかも理由をつけてやらないっていうのがあるのねはい、その通りですか？はい、はい、もう今2年生だから、まあ、逃げることもできます。年齢が高くなると逃げられないことも増えてきます。今から逃げることじゃなくて頑張ることを覚えてほしいんです。でも頑張ったんだったらちょっといいことあるといいよね。ママたちもあれが欲しいな、これが欲しいなと思った時は頑張って働いてお金を貯めます。本当は早にちょっとどうかなと思ったんだけど、ある課題に成功したらあなたに素敵な夢をプレゼントしたいと思っております。わーい。で、とある課題、はい、まだ課題の前にあなたずっと欲しいって言ってたものありますよね。はい、何ですか？かのさんが生まれるって言った時に、はい、じゃあ目つぶってください。マジサプライズ、プレゼント、はい、ニンテンドースイッチ。まさか。あやさんたちが欲しいゲーム機なんですか？ニンテンドースイッチ。ちなみに年末にも言っとります。次、今欲しいものは何ですか？ゲーム。ゲーム。欲しいものは何ですか？ゲーム。ゲーム。はい、何ですか？お金。ゲーム。ゲーム。何の？あ、スイッチ。それ。わーい、わーい。をプレゼントしたいんです。姉ちゃん欲しい。はい、お姉ちゃんから欲しいコールが来ました。はい、じゃあ遊ばせてあげるよ。はい、あの、買うのはハヤが課題をクリアしたら買います。もう、もうここで動画中にお約束します。ただいくつか条件があります。まずゲットした時はお姉ちゃんと仲良く使ってください。はい、っていうのが第一条件です。で、その後にもちろんタブレットと一緒で時間制限とかを設けます。あの、使っていい時間ね、あの、あなたたちずっと永遠にやり続けるでしょ。ああ、ユーザーで制限時間があるで、1時間1時間って絶対できるで。はい、あの、あやもはやも交互に仲良く使ってください。はい、ま、ここからはそれをゲットするための条件を言います。一つ目、そのやってほしいことの期限を言います。今年の12月31日までにクリアしてください。はい、いった課題は変更はできません。何？今からいきますよ。じゃあ、はやにやってほしいこと言います。あなたに、ママたちが頑張ってほしいことは、逆上がりです。逆上がりです。あはい、来ました。終わった。終わった。はい。あの、実は、はや、幼稚園の時に結構惜しいところまでできるようになってたんです。なんですけど、それからちょっと体が大きくなって、うん、できなくなってるんです、うん、ね、でも今まで過去見ても一回もできてませんだからこんだけ難しいことをやったら、もちろんママたち確実にあなたの好きなゲーム機を買います。はい、何のゲーム機でした？スイッチ。はい、ちゃんと今聞いてます。視聴者様みんな聞いてますよ。はい、難しいこと。ゲーム機プレゼントします。ただ今年の終わりまでに逆上がりをできるようになってください。思います。
なんでかというと、お姉ちゃんの時もそうだったんだけど、3年生の時に逆上がりのテストがあるんです。あで、あやはやたち恵まれてることに学校から近いので練習しに行くことができます。お姉ちゃんが逆上がり上手にできるようになったので教えてもらってください。これは連帯なので、お姉ちゃんが上手に教えて一緒に練習することによってハヤができるようになるね。頑張って。あやさんはハヤができるように上手に教えるっていう責任があります。終わった。もうハヤは苦手なことに挑戦するっていう力を学んでほしいんです、ママたちは。はい、もうこれ自信ない。はい、多分自信がないだろうものを持ってきました。ちょっと何も持ってない。終了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 。いい？だってママたちも欲しいものを手に入れるためには頑張ってお仕事、嫌なものもあります、やります。だけどハヤはゲーム欲しいゲーム欲しいって言って言うだけで手に入ったら楽でしょなのでママたちは今年ハヤに頑張ってほしいので、こちらの課題を出すことにしました。で、この逆上がりの練習の動画は月1でやっていきます。どこまでできるようになったかなとか、あ絶対できへん、どんな練習してますかっていうのをやってきます。はい、今からできないできないって言ったらできません。見てください、お姉ちゃんできないできないって言って1年かかってできるようになりました。はいはい、早く終われば早く手に入る。そうです。ええー、なので今月できたら来月ぐらいにはお渡しできると思います。はい、もうこれ以上の質問はもう来ません。はい、カセットはい、はい、ダメです。ダメです。カセットはい、ダメです。カセットは自分のお年玉で買ってます。ねえ、はい、ということで、まあここら辺はおいおい詰めていくとしてまとめます。今回やっていくのは、はや1年間で逆上がりできるか、できたらスイッチを進呈します。わーい、ということでやっていきます。レッツトライ。頑張ってください。レッツ早く行く、行く、行く、行くぞ。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。あれ、この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね見てね。